こんばんは。いらっしゃい。今日の BGM どうですか？ちょっと新しいやつ。めちゃ穏やかじゃない？大工さん、大将さん、ありがとう。初見です。お、スターズさん、ありがとうございます。1番、え、1番やった大工さん、ありがとう。おさぴーさんやら、ひでりんさん、あ、まめさん、いらっしゃい、ありがとう。はじさん、爽やかな山頂みたい。的確。確かにね、この曲ね。今日も来たよ、ありがとう。コウジさん、ありがとう、いらっしゃい。好き、ありがとう。こんばんは。みんなゴールデンウィークどんな感じですか？まあ今年はお家で過ごしてる方がやっぱ多いと思うけど、ケンジユッキーさん、ありがとうございます。あ、そうや、あさみさん、午前中地震があったんですよね。ツイッターで見たら、あのナットって、大丈夫やった？停電とか大丈夫やった？あ、エムライダーさん、じゃあありがとう。いらっしゃい。タダオさん、タケ、タカボンさん、タカボーンさん、ヒゲ、酒びたりの毎日。ゴールデンウィーク中は禁酒とかどうですか？あ、逆に今まで禁酒してたのかな、ゴールデンウィークのためにみたいな。かわいい、優しそう、はじめましてかな、ありがとうございます。のぶやさん、あ、東京雷と大雨ですよって。今日ね、全国的に天気悪かったですよね。こっちもね、今日ね、朝は晴れとって、昼ぐらいにめっちゃ雷鳴り始めて、相当な大雨が降ったんですけど、そっからいきなり止んで、もうずっと晴れっていう感じで行きました。今日はね、あのほのぴと、あのほのぴのカメラで撮影をしてて、ほのぴ今ね、あの私のこのパソコンでですね、今日撮ったやつの編集をねしているわけですよ。キャリアウーマン脇田ですよ。こっちにしとったら聞こえるかな、ほのぴの声。聞こえた、みんなほのぴの声。今日みんな、ありがとうございます、かわいいで。あ、脇田はあの竹山、バンドのドラムやってる気象予報士ではないです。あ、こっちは初です、ありがとう。ショールームでは見に来てくれとるって言ってくれとる、ありがとうございます。のぶさん、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、そうそう、8月の幽霊 YouTube 出てるので、ぜひ聞いてください。かわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ここで合ってる、合ってると思う。私で合ってる？逆に爪ネイルしてますか？してるよ、白ね。白というか、なんやろ、ちょっとね、ラメを入れてて、うん、なんか白、乳白色みたいな色あるよね、乳白色みたいな感じですね。会社でコロナ出て、あー大変やんそれ。自宅で警備員してます。 お疲れ様。2日連続。声かわいい、ありがとう。ほのぴおるよ、横に。めっちゃ究極のかわいらしいおなごがいますよ。ひなぷーとは、あ、ひなぷーね、あの次の回の毎週日曜日にね、私たちの竹山 3.5 の冠ラジオをやらせてもらったんやけど、
そこでなぜひなぷーなのかがわかります。よかったら聞いてください。どこの県ですか？愛媛県です。こんばんは、ディアンス。春風さん、ありがとう。マーナさん、ありがとうございます。そちらの状況どんな感じですか？こっちですか？こっちは途中ずっと晴れててすごい良かったよ。ほのぴのインスタ見たいよって。聞こえてないか？もう一回言ってみて。ありがとうございます。あ、ちょっと聞こえたかも。今日の髪型好き、ありがとう、嬉しい。最近ハーフアップ多いんですよ。なんか髪の長さ的にこれ合うかなと思って最近多い。トッシーさん、ありがとうございます。声ちょっと聞こえた？声かわいい。あ、綺麗。あ、ゆうきさん、ありがとうございます。隣にお邪魔してもいいですか？こっち？今日の服かわいい、ありがとう。今日はワンピースです。ちょっとベルトも締めてる感じかな。今日マック派、マクド派、マック派ですね。こっちはマックだと思う、みんな。え、なにこれ、かわいい。え、ありがとう。ハートのやつ。愛媛行ったことある。めっちゃいいところよね。愛媛、自画自賛してしよる、しまよるけど。めっちゃいいところよ、愛媛はほんと。お初です。君を乗せて。あの地平線。輝くのはどこかに君を隠しているから、たくさんの日が懐かしいのはあのどれか一つに君がいるから。お初ですって、ありがとうございます。血用かわいいです。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。本当に、おばばさんか、ありがとう。ハーフアップです。今日は初見です。ロギーさんかな、ありがとうございます。ハーフアップとっても似合ってるよ、ありがとう。ハーフアップ、初めまして。ラスカルさん、初見さんか、ありがとうございます。いらっしゃい。白鷺城に行きたい。あれ、しあ、詐欺じゃないかこれ。今来ました、ありがとうございます。ハムハムか、ありがとう。いらっしゃい。ワンピースにひなほちゃん自身のアレンジでベルトしてる。そうそうそう、これちょっとね、なんかダボっとするんね、締めんと。ワンピース自体がこれね、締めて使ってる。ひなほのぴー、はじめまして。はじめまして。あっちなご、はじめまして。初見でラスカルさん、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。サチカーさんかな、フォロー失礼しますって言ってくださってありがとうございます。フォロー、最近結構頻繁に TikTok ライブとか TikTok 上げてるので、よかったら。嬉しい。あ、すごい、ありがとうございます。サングラス、せいちゃん、ありがとう。ありがとうございます。いやー、松山ねー、来てほしいです。スターズさん、初見ですって。あれ、さっきも言ってくれた。こんばんは。モノマネの18番はね、似てるって言われるのはアンパンマンかな。ずっと、え、コメント一回消えちゃったな、これ大丈夫そうかな。あの鐘を、鳴らすのはあな
た街は今ルルルの中あの鐘を鳴らすのはあなた。カントリーロード、あ、そんなんよ。ちょっとお休み前にカントリーロード聞いてください。ぜひ。ありがとうございます。マメちゃんありがとう。歌声を聞くとライブで歌う姿が見たくなる。ツアーとか決まってるので、まだ場所決まってないんですけど、よかったら。おお、 YouTube も見てくださったのか、ありがとうございます。おー、全然です。ハムラ、五郎丸ポーズ。五郎丸ポーズ撮れ。あ、わかる。知らん。知らん。知らん。いや、かなり向けておりますが、これがホノピーです。みんな見ましたか。かわいいじゃろ。やろ、ドラムをやってるんですよ、竹山で。髪の色お似合いだ、ありがとう。これね、めっちゃ色抜けてこうなったんですけど、あり、これちょっと暗くしようかと思っとったんやけど、なんか P がこの色も似合っとるねって言ってくれて、ならそうしようかなと思って松山ですよ、松山。ほむら、さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた。ありがとう。使い方わからん。全然使えとるよそれ。ありがとう。飲みすぎてお腹痛い。昼から飲んでるのそれ。飲みすぎてて、あのお酒ですか。ピーですよ。かわいいやろピー。みんなほのピーほのピーほのピーって言ってる。かわいいやろ。ドラム叩いてる時とギャップあるね。いや、マジあるよね。でもドラム叩いてる時も結構笑顔じゃけん、なんやろ、あのギャップはあるけど、なんやろ、ほのぴーがドラム知ってるって感じよ。すごいかっこいい、本当に。めっちゃなほちゃんはめっちゃピアスに見えるイヤリングをしています今。詐欺、ピアス詐欺です。ちょっと見にくいかな。鬼滅の映画もちろん3回見に行きました。鬼滅の映画ほのぴーかわいっすって言ってる。ありがとうございます。トゥトゥトゥ、コメントの仕方わからない。あ、めっちゃできとるよ。あ、キュンです。ありがとうございます。このキュンです。めっちゃエビフライに見えるよね。ありがとうございます。身長は163とか。163とちょっとぐらいかな。竹山みんなね、高いよね、身長。163で私2番目にちっちゃいので。4人中。一番高い子が170ぐらいかな、あるんですけど、
で2番目に高い子がこの子で164とか4ぐらいです。足が3ぐらいで、もう一人は160ぐらいかな多分そんぐらい。みんな高いよね。やけ写真で写ったらさ、結構みんななんかちっちゃく見えるというか、あったらめっちゃ 高いんだねって言われる身長。え、私はドラマーですって、ワールドオサムさん、すごいかっこいいですね。アナピンの身長164、163で身長止まった。なんかその時はよ、163の時はうわこれ以上伸びたくないと思っちゃって、まあ思うだけじゃそんな止まらないと思うんやけどでも止まりました、そこで。でも今はもっと身長欲しいなって思う時めっちゃあります。明日から休みなの？方言に萌えです。方言出てますかね。ほんと、あ、激メガちゃん来てくれとんや。おっぽ、何食べた？カレー食べました。当店自慢のハンバーグカレー食べた。イヤリングはどこのブランドが好きとかある？あ、全然そんなね、ブランドとかにこだわりはなくて、イヤリングはこれはね、ローリーズファームっていうお洋服屋さんでイヤリングいっぱいあって、そのなんかねセットでね10個ぐらいのセットで売ってるやつがあるんですよ。それめっちゃ可愛いのいっぱいあってね、それを買ってるんよね。あとねいっぱい種類ある。憧れるバンド、リスペクトしてるバンドはありますか？あー、好きなバンドはたくさんあります。キングヌーさんとかも好きやし、最近あのキノコ帝国さんとかも聞くし、羊文学さんとかも聞く。ほのぴもあの XJAPAN さんのあの YOSHIKI さんになりたいって言ったっけ前。ドラムをぶっ壊すということで最後そう、一番がさくらが高い。一番方言素敵ですねって。お、 1K61163 ありがとうございます。いらっしゃい。あのツインプラネットっていう事務所に所属しています。愛媛にももちろんココイチありますよ。もちろん美味しいよね、ココイチ。ほのぴいるから鍋かと思ったごめんまあまあその説はあるよね、毎回鍋だもんね。タコパの時もあるんですよ。あ、ではミルクちゃん、ピーちゃん、またねって。ミルクちゃん私ありがとうございます。またね。ありがとう。おめでとう。地方上がったの。すごいね。明日死ぬのかな。思うよね。そうやって100万とか上がったりしたら。地方すごいね。こんばんは。3183かな。おなびちゃんかわいいじゃろ。かわいい。方言素敵ですね。ありがとうございます。うわマジか、大丈夫？さっき部屋の真横の建物に雷が落ちたんだって。マジか。かなこちゃんのインスタにいいねするピーの速さ、わら確かにめっちゃ早いよな。あら、フォロー、あ、136名様ありがとうございます。カレーはほのぴー作って、いや、食べに行きました
当店自慢の言うて、ほのぴもお店開いとるやんそれ。松山ではよく声かけられますか？あーでも街とか商店街とか行ってたら声かけていただくことはあるかな。今日は花火とご飯食べるの、うん、食べたんやけどね、結構ねめっちゃ夕方に食べてしもて、お昼を全然お腹空いてないよ今。花火横おりよ、初見です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、アキースさんかな、ありがとうございます。あ、369さん、バンドやられてるんですか？そうなんですよ、あのバンドやっています、愛媛県です。おお、ありがとうございます。初見ですって、剣が犬になっとってかわいい、初見ですってありがとうございます。こんばんは、ひなほちゃん、こんばんは。ぷっぷっぷっぷ、レイニーブルー、レイニーブルーも終わったはずなのに、レイニープルーなぜ追いかけるの、あなたの幻消すように、私も今日はそっと雨、あの頃の優しさに。いや、お昼ごろ雷鳴ってすごかったね、ほんとに。さくらちゃんのカレー食べたいです。いや絶対美味しいよね。あ、ドナルドさんか、ありがとうドナルドさん。あ、ほんとだね、地震も来たし雷も来たって怖いね。よしんこみんな、初見でございます、ありがとう。 AJGEM さん、何歳ですか？1999年の3月3日に生まれました、22歳です。なんと千年代ということで、千年代です。AC さん、初見です、こんばんは、こんばんは。なぜ麻雀をしてるの？麻雀はもう小学生とかそれぐらいの頃からずっと好きやったけんね、おじいちゃんの影響かな、最初知ったのは。武田プロのサイン欲しい。え、それはプロとしてのってこと？麻雀のなんか作ろっか、なんか麻雀牌みたいな書いて、武田みたいな書いてやろっかね。初見です、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、 STU さんか、ありがとうございます。あ、ひろくん、ありがとうございます。やばい、ありがとう。サビタン、サビタンさん、ありがとうございます。ここ、こんばんは。ブチブチさんかな、愛媛の人も結構たこ焼き食べるんかな。え、全然食べるよ、たこ焼き大好き。やっぱね、そういうのって大阪行ったらね、めっちゃたこ焼き脳になってね、なんかすごい食べたくなるよね、行ったら絶対食べて帰る、そのライブとか行った時。若い、ほんとありがとうボーカルです、ボーカル。あらら、フォローありがとうございます。164人も見てくださったのか、ありがとうございます。いらっしゃい、こんばんは、お疲れ様です、頑張ってねって、プーさんのアイコンの方ありがとうございます。あら、バラくださってるキヨさんかな。 M リーガーさんで実際に会って話したことがある人は誰ですか？沢崎プロと二階堂あきプロと、滝沢プロと日向プロと堀プロと、あといらっしゃるかな、
会ってお話ししたことある方ですよね。それやったら魚谷さんプロもやし、大井プロとか、番組でねご一緒させてもらったからね。手形にサイン入ってるよ。あ、入ってますよ。サインというかね、今回フルネームで書いたよね。手形のフルネームで書かせてもらってます。今日も安定の可愛さありがとうございます。可愛いやん、ありがとう、嬉しい。そうキュート、センキュー、ありがとうございます。26分、もう26分か。美しい目をしてます、ありがとう、センキュー。そう、今日はほのぴーと写真撮りに行ってたんですよ。めっちゃいいの、めっちゃ撮れたよ。今それをなんか色編集みたいなしおるんやけど、めっちゃいい感じよ。お、名古屋に住んでるけど、名古屋の印象はめちゃめちゃ元気というか、なんかね、ライブを何回もしたことがあるやけど、名古屋でめっちゃ元気だなって、めっちゃ元気にね、声出してくれたりとか、盛り上がってくれてたなっていう印象かな。あとご飯が美味しいですよね。名古屋のね、ご当地グルメ多くないですか。めっちゃきしめんとか手羽先とかめっちゃ多いですよね、名古屋。すごいなと思って。ありがとう、新しいアルバムの曲サブスクで聴いたよって言ってくれとる。かわいい、あいあい。ありがとう。ありがとうございます。仕事は何してるのって。ツインプラネットという事務所に入って、今は滝山 3.5 っていうバンドをしながら、タレント活動をしながら、麻雀プロの活動もしています。日本プロ麻雀連盟の37期後期に所属しています。ピルクルか、ありがとう、ピルクル。ポケットからキュンです。え、何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくて旬です。ポケットからキュンです。トゥルトゥルトゥ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 、ファンになりました CD が、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。どなたですか。アキースさん、ありがとう。はじめまして、こんばんは。間違えた、小沢和也さん、ありがとうございます。このあ、ちょっと、ひなほ先生、ほのかちゃんにぜひ麻雀を。あ、うん。あ、ほんとよ。麻雀やりたいよね。滝山メンバー4人で。ほんまに。でも、すごい、ルール的にはそんな難しくないけんね、麻雀。ひなほちゃんの TikTok 見たくてインストールした。嬉しい。717さん、ありがとうございます。嬉しい。今日ほのぴとドライブしたの。ドライブはしてないかな。ゴグ GOOTOUCH7 さん、ありがとうございます。かわいいやんって言ってくれて。エターナルブレイズ。遥か空響いてる祈りは奇跡に、あの日胸に宿った
ありがとうございます。ありがとう。初見です、よろしくお願いします。よっちゃんさんかな、よろしくお願いします。ありがとうございます、来てくださって。初見です、せつなさん、初見です、初めまして、ありがとうございます。まずはドンジャラから、ドンジャラから、ドンジャラ私やったことないんですよ。でもドンジャラあるかも、でもお家に。え、ありがとうございます、昨日ファンクラブ加入しましたよ、ありがとうございます。待って、昨日加入したら終わってるやつやないそれ。昨日よね、だって昨日のやつ終わっとるよ多分。大丈夫かな。え、新しいやつですか。ありがとう。好きな食べ物はウニです。あなたはベトナムが好きですか。あ、行ったことないけどめっちゃ行ってみたいなと思います。伝わるかな。初見です、初めまして、せつなさん、ゆいさん、はじめまして、ありがとうございます。フリージャンソーで中連ポート、あ、すごい、おめでとうございます。中連ポートすごい。歌ってください、歌って、ありがとう。ソーラムシ、ニシンキタカとカモメにとえば、私は立つ鳥、波に聞けちょい朝、えい朝のどっこいしょ、はあどっこいしょ、どっこいしょ、とととと、はあどっこい、ちょ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 、あらよいしょ。はい、ありがとう。ファンクラブ昨日やばい、マジで。はじめまして、直樹さん、声綺麗です、ありがとうございます。カズマさん、ありがとうございます、ほんまに。まずは尊い、尊い、尊い方、ちいとい、ず、たんやおちゅうさえわかれば、とりあえず上がれる。そうやね、タイヤオとピンフーっていう意味が分かっとったら大体大丈夫やけんね。あとは、あ、これな、なんかできたって言うのは大体役があるけんね。一回上がってみたらいい。いろいろ検証する人、私なんか検証しとった、私。本当ですか。趣味は何ですか。趣味か、最近私ね、コーヒーをガチろうと思って、ハンドドリップ見る買ったんですよ、豆引くやつ。そうなんよ、ちょっとガチろうかなと思って。まだまだわかんないんやけど。あとは釣りも好きやし、麻雀もプロになったし、アニメも好きですね。稲妻イレブン知っとるよ、あのエターナルブリザードやろ、あのなんたら吹雪くんの。かわいい、めいっ子が唐突に20を踊り出したって、23の。お主は甘党、辛党？あ、甘党か辛党かでいけば甘党ですかね。あら、フォローありがとうございます。加藤の A さんかな、ありがとうございます。ウニ好きです、めっちゃめっちゃ好きです。ソーラン節癒されました、ありがとうございます。アニメ何見てるの。今期はね、シャドウハウスってやつめっちゃ面白くてね、原作も買おうか迷っとる。あのアニメがまだね3話ぐらいしか出とらんねんけど、
あとスライム倒して300年のやつとか、いろいろ今期は新しいやつが多いですよね。とてもムラチンありがとう。ムラチン宝くじ、あ、スクラッチやったら全然高くないよ。けど5、6千円ぐらいは当たったかも。1枚で1枚、なんか1枚買ったわけじゃないな、10枚ぐらい買って それぐらいが当たったかな。そう、ミル買ったんですよ、あの手動のやつ。津軽海峡、風の音が胸を揺する泣けとばかりに、ああ津軽海峡冬景色。じゃらららん、じゃらららん。あ、結構進みましたね。早い。もう海のところだわ。磯釣り、そう、ちょっと危なそうやけど磯釣りしたいんですよね。わかるわかる。リックさん、ありがとうございます。RK、あ、間違えはた、間違えた、 RKK さん、ありがとうございます。ニーハオ武田って言ってくださっとる。ニーハオ、おじゃお、ウチェンテュープ。女の子らしい、ありがとうございます。女の子です。働く細胞面白いよね。なんかブラックだっけ、あのガイデンじゃないよ、出てましたよね、一個前に。ほのぴー起きてます、もちろん。あの横で寝よったらもう申し訳ないわ、私がこれ配信しよるのも。紅茶とコーヒーやったらコーヒーの方が好き。紅茶も好きやけどね、時と場合によりますけど、今ちょっとコーヒーに偏ってるかな。コーヒーは奥深いよね、紅茶もやけど。ペロペロキャンディーくれとる、ありがとうございます。稲ヨッシーさんかな。可愛くて天使ですね、ありがとう、ありがとう。全然です。まさやさん、ありがとうございます。福岡のリュウさん、ありがとうございます。冬景色見えたわ。ありがとう、よかったよかったよかった。あ、待って、あ、充電できてなかったかも。待って、ごめんね、止まっちゃってごめんね。今止まってない、大丈夫。ちゃんと充電できとる、この子大丈夫そう。ごめん、止まっちゃって。あ、みゆりんちゃんや、今日もありがとうございます、嬉しい。Are you singer? I'm ボーカル、おか。とても可愛い、元気だね。毎日元気です。通りすがりです、ありがとうございます。森田屋さん、ありがとうございます。コーヒー毎日飲んでますって。コーヒー私もです、美味しいですよね。カラオケで声低いから高音出せなくて困ってる。あ、私と逆です、それめっちゃわかる。逆やけどわかる。その低い声が出ないんですよ、私かなり。いやー、めっちゃね、大変よね。そのうちコーヒー豆栽培してそう。いや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 、それはちょっとあの国変えない関係、ちょっと難しそう、それはね。でもやりたいやりたい。
え、東ティモール産のお豆ですか？美味しそうだね。そう、私酸味は嫌いなんですけど苦味は好きなんですよ、コーヒーの。キリマンジャロ美味しいよね、村ちん。あ、動いてる、よかったよかった。本当読むよ全然。145人でコメント読んでくれると嬉しいって言ってくれとる。ありがとうございます。ほんまよ、めっちゃ来てくれとるね。あ、大丈夫、止まってない、ごめんね。ダイさん、ありがとうございます。え、麻雀やってるんですか？わらわら言うて。麻雀やってます、めっちゃ好きです。 M リーグ、そうなんですよ、いよいよファイナルですね。大原桜子さんの瞳。マスクに夢を追いかける君の瞳が大好きだよ、そんな君と一緒に生きること、今は大切にしたい。涙だって笑顔だってがむしゃらになった証だよ。ありがとう。先止まったよね。なんか回復が早いね、 TikTok は。よかった。純喫茶で一人でコーヒー飲んどるひなほちゃんに会いたい。かっこいいね。そう、それかっこいい。止まってないやで、バッチリや、ありがとう。かわいい、好き、ありがとう。わー、声優さんの紀藤さんめっちゃ良い声ですよね。あの、今回のシャドウハウスでも ケイトの声されてるよね。北海道からありがとうございます。北海道のどこなんやろ。札幌しか行ったことないよ。あ、うん、多分。こんばんは、ありがとうございます。あ、全然。ヒロリキンさん、竹山 3.5 というバンドをしています、武田ひなほと申します。ありがとうございます。タイプです、本当？リソさん、ありがとう。レンレンちゃんさん、ありがとうございます。ドラマは何か見てますか？うわー、何も見てない。今本当に何も見てないです。今なんか面白いのやってますか？今アニメは見てるんやけど。41分かも。このあと10時半からショールームっていうアプリでも配信するので、10時ぐらいには終わりたいなと思ってます。ありがとう、たくさん。あ、ね、酸味少ないの美味しいですよね、コーヒー。あ、マーヤさんまた来てくれとる、こんばんは。いい声ですね、いつもながらって、ありがとう。ドリーマー竹山 3.5。今を生きる自分自身に胸を張って頑張ったって言えるように生きていたいさ、今を始めよう。ありがとうございます。後で調べますが、ひなほちゃんの麻雀動画ありますか？ない。やろうとは思ってるんですけど、ゲーム配信はね、ちょっとしてるんですけど、麻雀はやってないかも。載せたいんですけど、あの、番組は出させてもらうかな、テレビの。ダイさん、ありがとうございます。竹山の歌聞いて、ありがとう。すごく綺麗です。そこはスタジオ？うん、お家。
行きたい国フランスやめてブラジルにするしか。いやほんまに行きたいです。うん、でもフランスも行きたいけど。最近見ました、ありがとうございます。いらっしゃい。高校の物理のテストでめちゃくちゃ式が難しいんやけど、解いたら答えが絶対に1になるってのがすごい印象に残ってます。やけんわからんなっても1って書いとけば正解になるっていうすごっほんまよ。ほんならもうそこの部分はさ、めっちゃ時間短縮になるね。あーこれ1やってね、見た瞬間わかるもんね。あ、ね、セブンのグアテマラブレンド、赤いやつよね、美味しいですよね。美味しかった。もうなくなったんかな、グアテマラ。マサハルさん、ありがとうございます。あ、滝山の歌で TikTok やりたいです。あ、みゆりんちゃん、滝山さんティングもひなほちゃんも大好きって言ってくれてる、ありがとう。嬉しい、嬉しいです。大丈夫？なんか充電ちゃんと繋がっとるかめっちゃ心配なんじゃけど、これ。ほなぴいるよ、横に。控えめは来た。かわいいやろ？ドラムのほのぴー。あ、ごめん、捨て星。9時半やね、捨て星。あ、9時間違えた。9時半じゃない。9時45分ぐらいか。10分ぐらいか。イエスハートさんの I love you。ねえ、君はなぜ悲しそうにうつむくの、まぶしいほど青い空なのに、いつからだろう君と手をつないでも、ぎゅっと握り返してはくれないんだね。 I love you。 ありがとう。ヤッホース初見です、かわいいですね、ありがとうございます。嬉しい。あゆみんさん、いらっしゃい。ふうさんもありがとうございます。 FUU さん、立派な、全然立派なお家ではないですよ、ほんまに。ありがとう。顔も声もか、ありがとう。スキッピーさん、声もやん、それ。顔も不器用なとこも。間接照明あってスタジオみたい。ほんまに、この間接照明おしゃれやろ。これニトリでめっちゃね、お買い得でしたよ。ワールドトリガー、私見てないんですよ、ワールドトリガー。知っとるけど、ほんまに。あら、フォローありがとうございます。ハオティエンかな。ビューティフルボイスって言ってくださったら、シェイシェイ、ありがとうございます。愛媛のローカル番組で知りました、頑張ってくださいって言ってくださった、ありがとうございます。ありがとうございます。愛さん、愛さんさんとこの身に
すかばかりの運の悪さを恨んだりして人は悲しい悲しいものですね。ありがとう。あ、本当にみゆりんちゃん10時半からも来てくれるのか。雲ですが何か面白いよね。それは見てます。ひなほさんって読むんですか。そうです、ひなほって読みます。のひな祭りの日に生まれたのでひなってつきました。あははっていらっしゃい。ありがとうございます。あ、TikTok コラボできると思う。メンバーとかでしたいと思ってるんだけど。そうなの。お姉ちゃん、お姉さん以上。にどり。みなちゃんかわいい。ありがとう。ありがとうございます。フォローしましたよ。ありがとうございます。サトルさん。嬉しい。ひなほ城は松山城と同じ文化遺産ですか。ここ。ここ文化遺産。文化遺産にする?ひなほちゃん自分の名前書くの毎回大変そう、お疲れ様ですって。ほんまにありがとうございます。もうものすごく画数が多いので、あのいつもテストで出遅れております。ほんまに。で、自分の名前すごい気に入っているんですけど、書くときはちょっと大変だなって思います。いつもひなだけで22画あるので、もう他もくっつけたらもうこんな感じ。本当にウルさんの曲。あなたを探してる隠した瞳の奥で誰にも見えぬように行き場もなくてさまよいながらあなたの見る世界はいつでも綺麗だった。空には一つだけ淡く光る小さな星を残らららら。わからんかった歌詞。アンパンマンの声好きです。やめるんだバイキンマン。元気100倍アンパンマン。アンパンマンの時の声量がすごく、アンパンマンだけ声量がちょっといるので。ゆうひさん本当に。アイさんさんありがとうございます。瞳がありがとう。あ、ヤマピ優しい。ひなの字だけハンコで OK にしてあげてて。そうなんよ、それやったらめっちゃ楽やのにね。アタヤロアさんかな、 ATTA さんありがとうございます。嬉しい。ヨカゼさん、ヨカゼ曲かな。ラさん、マグナさんかな、ありがとうございます。心なし
痛いよ痛いよ、もういっそ僕の体を壊して引き裂いて好きなようにしてよ、叫んでもがいてまぶたを晴らしてもまだ君は僕のこと抱きしめて離さない、もういいよ。トゥトゥルトゥルトゥ、浜辺かけないんですよ。ほのぴかけたっけ浜辺。すごっ、私かけない。ひなはね、中学になる前ぐらいかな、ひなって書くようになったの。なんかかけるっちゃかけるけど、すんごい下手だったから、ひなが。だから本当にもうなんか名前書くときとかはひなだけひらがなにしとったんですよ。でもなんかちゃんと漢字で書けるようになったのがそんぐらいかな多分。もうひなだけもうこんなんなってたから、もう竹がこれぐらいやったらもうひなこんなんなってて、書くときに。そうなんですよ。やばい、もう57分じゃ、あと3分くらいで終わろうと思います。今日もありがとうございます。本当に喉のケアって何かしてますか？私は龍角散ダイレクトっていうやつを歌うってなった時の前は飲むかな。あとマヌカハニーっていう結構ちょっとだけ高いあの蜂蜜があるんですけど、それがすごく喉にいいみたいで、それを、夜寝る前とかに飲んだりとかもあるかな。あとあの漢方で強制破滴丸っていう漢方があるんですけど、漢方薬すごい喉にいいみたいです。めっちゃ美味しくないけど、もう匂いだけでってなってしまう、鼻がもうあってなってしまうんですけど、生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの、嬉しすぎてあたし舞い上がりそう、もう一人じゃないの、夢のよう。イエーイって、家のゆずくんと遊んできます。あ、はいはい、にゃんこやったっけ。いってらっしゃい、村地。ピアスに似合ってね。あ、これですか、ありがとうございます。これね、あのピアスに見えたイヤリングです。かわいいやろこれ。カノさんですか、わかるよ。あのカノ、I know I Yes I do。 初見っす、ありがとうございます。フラワームーンさん、ありがとうございます。あっという間だった、ショールーム行きます。ありがとう。本当は1時間あっという間やね。ならそろそろ終わろうかな。みんなリクエストとかたくさんありがとうございます。このあと10時半からショールームっていう配信アプリでも配信するので、ぜひ。かとむい、誰ゆう目が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ、足りゆ夢が叶ったの、愛してるだった一度の。ちょっとよし、なら終わりたいと思います。今日もありがとうございました。
結構頻繁に TikTok ライブとか TikTok 上げてるので、よかったらフォローよろしくお願いします。ありがとう。初見さんもたくさん、EI さんも初見ですって来てくださってる。鈴春さんいらっしゃい、ありがとう。ごめんね、終わっちゃうんやけど。それでは今日もありがとうございました。バイバイ。あ、ほのぴーも、そうよ、ほのぴーいいですか、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと待って これでいいわ、私、はい、バイ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 。あ、ドラムの竹山、ドラムのほのぴーです。あ、ばきたほのかです。